どうも、高井です。なぜ 99% の人は読書をしても実践せず心は折れてしまうのか。私たちにこういう本を読んでアウトプットをして、9割の人が見え方を知らない、影響力を出すシンプルな話術の基礎っていうコンテンツを作ってるんですが、そのコンテンツで、こういう順番に動画を視聴して実践して磨いていったら身につきますよっていう話をしているんです。で、そのコンテンツ、紹介してるコンテンツの中にこんなコメントが残っています。なんか嘘っぽいよね。お前はできるのか？私自身をね、疑うコメントですよね。こういうコメントができるってことは、臨場感が湧いてないっていう証拠だと私は考えています。この臨場感っていうのは、本であれば、実践率で見ると本であれば 1% だし、DVD だと 5%、セミナーだとか塾だと 10% とか 20% くらいに上がっていくんです。つまり周りに実践している人はいない。イメージが湧いてないからこそ疑ってくるんですよね、きっと。私自身はこの本を繰り返し読むっていう間に映画である帰ってきたヒトラーっていう動画で、そういう映画で、その中に演説のシーンを繰り返し視聴しています。その演説のシーンっていうのは3分間の沈黙が始まる演説なんですけど、その部分だけを見ているんですね。そうすることによってイメージがより強くなっていって、これこそが理想の話術であるっていう感覚で実践してました。あなた自身もいかにコストを安くするっていう考えであれば DVD は非常に役に立つし、こういう私の紹介によって情報を得ることによって、おそらくほんの少しの出費で実践できるはずなんですよ。なんでこれから先あなた自身も紹介してくれた人のこういうものを見ていったらいいよっていうのに対して臨場感を得て実践し続けていったら、実際に能力が磨いて身につくんじゃないかな。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。